きチャンネル。じゃ、こんにちは。さあ今日はですね、はい、このストーブリーグ真っ只中、はい、FA 選手の動向とノンテンダー選手の動向っていうね、はい、ところで、うん、まあ最近の一番の話題はね、はい、阪神梅野のね、うん、残留っていうね、うん、これはもうね、はい、もう 100% 残留なのよ。はい、でも出てたじゃないですか、ニュースか、巨人かとか。いや俺はもう絶対出ない方がいいって俺は思ってた、うん、そのよ、はい、まあ客観的に考えて、うん、阪神っていうチームから、はい、FA 移籍する場合、はい、巨人、うん、ソフトバンク、うん、多分以外は、はい、あの割に合わないと思う。あ、年俸があまり上がらないっていうことですか。年俸じゃなくてもう阪神っていう球団が、はい、まあ高年俸もくれる土壌にはあるよね、うん、でプラスアルファ、はい、黙っててもメディアが取り上げてくれて有名になれるっていう土壌もあるね、はい、うん、で引退後は、はい、阪神っていう球団は、うん、大阪のテレビ局新聞ラジオ、はい、1チーム独占だから、うん、まあ、何かしらの仕事にありつける可能性も十分あるし、はい、阪神っていう球団に残れる可能性もあるわけだよね、うん、だって今のキャッチャー、はい、バッテリーコーチでいうと、まあ、藤井とかっていうところで、はい、入る気じゃないじゃんね、うん、っていうところもあるじゃんね、うん、はい、って言ったところで、うん、そこから出るってなると、うん、それよりもいい待遇、はい、いい状況のとこじゃないと、うん、メリットないわけよ。そうですね、うん、その本人としてね、うん、はい、だったら巨人は同じように、うん、メディアの露出も多いし、うん、その資本も多いしっていうところもあるし、はい、ソフトバンクは、うん、まあ、メディアの露出は正直阪神巨人に比べるとだいぶ落ちるけども、はい、でも、まあ、九州地区ではメディアの露出もあるし、うん、はい、で資本もしっかりしてるからっていうところで、うん、多分巨人かソフトバンク以外はメリットないのよ、うん、自分にプラスになることが行って、うん、もう多分給料が多分阪神よりちょっと良かったとしても、うん、一気にメディアの露出減るからね、はい、誰も取り上げてくれなくなるから、うん、そういったところで、はい、阪神の鳥谷もね、うん、阪神にいたからめっちゃ取り上げてくれるけど、はい、ロッテにいたら、まあもちろんレギュラーじゃなかったっていうところもあるし、うん、去年今年はあの一軍にほぼいなかったっていうところもあるけども、うん、やっぱりその今の状況で阪神で代打で出てヒット1本打つのと、はい、ロッテで代打で出てヒット1本打つのメディアの露出、まあ、全然違うからね。そりゃそうですね、うんうん、そういったところでやっぱりそういうメディア露出も含めて有名になれるなりにくいの土壌が、うん、はい、やっぱり球団格差は 100% あるから、うん、で資本もあるわけよ、はい、だったら阪神から出ていくメリットがないのよ。まあそうか、私たち試合も出られるわけですもんね、阪神にいて。そう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 、まあ最後ね、最後の辺は坂本がね、はい、結構出てたけども、うん、結局試合多くの人が、うん、これどこの球団もそうだけど、はい、試合に、うん、あの出れるチャンスが欲しいとか確約が欲しいとかなんとかかんとかっていう人言うじゃん、はい、いやいやてめえが結果残せば黙ってても出れるよっていうまあまあ、まあ、それはだって試合に出れるようにってど、うん、どこの球団も一緒だから、はい、どこのチームも、うん、でそこにね絶対的な人がいて、うん、で出れないから FA 俺は分かる、はい、ヤクルトで古田さんレギュラー、うん、バリバリキャッチャー2番手、うん、どんなに頑張って古田さんに勝たれへん、うん、だからトレードとか FA してくれたらあのチーム行った試合出れるかもしれないから、うん、したいです、うん、気持ち分かるんだよ、はい、いやそんな絶対的な選手もいないのに、うん、出れるところっていやそこで頑張って出るところが一番違いのみたいな。あ、確かにそうですね。そうそうそう、うん、試合に出るために行って出るためにはてめえが結果出せれば、うん、黙っていても使ってくれるし、はい、結果出さないから使ってくれないわけで、はい、出るために行って結果をも出さないくせに使わなきゃいけないってそんな特約つけたくねえよみたいな。でもまああんまりこうキャッチャーが固まってないチームで、うん、年俸がじゃあ今のプラス1億って言われたら、うん、メディア露出は少なくてもちょっと考えちゃったりしません？でもよ、はい、こっちこうで頑張ったら1億円増やせれるやん、はい、まあそうですね、うん、だから要は頑張れないから高いところに行っとこうっていう手もあるわけよ。はい、そっかそっかそっか、うん、はい、で、うんうん、あのまあもちろん給料高いところの方がいいけど、うん、お金をもらってベンチでずっといるぐらいだったら、うん、多少少なくても試合で出てる方が絶対楽しいんだよ、うん、そうですね、人生としては、うん、で別に頑張ったら給料上がるわけや、うん、どこにいてもよ、はい、だからそこが大事だからっていうところもあるけども、うん、まあ、俺はもう最初からどんな取材を受けた時でもいや絶対 FA しない方がいいって言って、うん、で今坂本でしょ、うん、阪神はね、うん、じゃあ坂本が絶対的かったら、はい、別に絶対的な能力がめちゃくちゃあるわけでもないし、うん、多少梅野がやっぱり終盤成績ガーッと落としたっていうところが
その坂本にしようかなっていうところに行ったことは、うん、自分が立ち位置を落としてるから、うん、落とさなかったらそうなってないわけよ、はい、ってなったらもう一回阪神でしっかり頑張って結果残したら、うんうん、頑張ったら給料はくれる、うん、でメディアの露出は多い、うん、で引退後もかなり恵まれてる、まあうん、出る必要してないの。でじゃあ巨人行きましたって言っても、はい、小林大城がいるわけや、うん、だから絶対レギュラーと試合出れるかも分かんないけど多分住谷的役割になるの、はい、ずっと出れるわけじゃない、はい、でソフトバンク行きました、うん、海外いるよ、うん、いらないよね。そうですね、うん、そしたらもう阪神ですね。いや阪神しかないよそうですね。だからもうニュースで、うん、あの残留しますって言って、はい、でしょうねと思ってまあでもみんなそう思ってたんじゃないですかね。いやまあでもやっぱ分かんないじゃんね、うん、本結局最後本人がどう思うかだから、はい、いや露出とか減っても別にいいみたいな、うん、ところも俺はもうなんかそういうロッテにいたから分かることなんだよ、うん、田舎にいたから田舎のことがよくわかるみたいな、はい、都会の人って田舎のことそこまでわかんないから田舎暮らし最高ってみんな言うけども、はい、でもやっぱ他の球団がメディアのこう取材とか多いとやっぱいいなってなるわけですよね。そりゃそうでしょ。だって新聞なんてヒット1本いいところで打ったら一面になるのに、はい、俺らヒット1本打っても主語が相手になるから、ね、負けた方のチームとかになっちゃったりするよね。そうそう、ソフトバンク、うん、ロッテに惜敗4対3で、うん、エースなんとか終盤のなんとか回に佐々木に勝ち越しタイプリーを打たれて敗戦みたいな、はい、もう文字だけよ。で、戦火が投げてるとこが出たりして主役になれないわけですねそうそうそう、そういうパターンもあるわけよ、はい、やっぱりその、うん、そういったところ知ってるからね、うん、あのそう思うけども、はい、まああとはね、本人がどう思うかだけど、まあ俺はもう残留でよかったと思うよ、うん、そうですね。そう、阪神ね、だって頑張れば結果出せば別に誰も文句言わないわけだから、はい、最後自分がこう成績下げたところがね、うん、ちょっとじゃじゃじゃってなっただけでね、はい、で、あと話題が、はい、中日又吉が、はい、FA 宣言、うん、おっとね、なんか争奪戦みたいな、今現在なんかちょっと手を挙げて調査なんかソフトバンクオリックス DeNA 阪神、でもなんかこうなんかデータによると又吉は奪三振率が 5.83 とそんなに高くないらしいよ、うん、でもゴロアウトがやっぱ 40% 強ゴロアウトだから、ゴロピッチャーだから結局その又吉の好投を支えるのは守備力も結構大事らしくて、はい、まあ、そこでエラーしちゃうと又吉の良さが出ないから、まあ、その守備強化っていうところも大事になってくるっていうところで、はい、うん、まあでもソフトバンクさんが来たらがっつりいかれんじゃない。そうかもしれないですね。しかもね、今年はソフトバンク岩崎モイネロ、ね、森が崩れたし、はい、まあ、オリックスもリリーフがいないから欲しいところだし、うん、DeNA もバタついてる、うん、阪神もねスワレスいなくなった、はい、まあ、どの球団も欲しいね。もうマネーゲームだね。だっていいリリーフってもういるに越したことないじゃないですか。ああ、俺がもしまたやしちゃったらどうするかな。マネーゲーム。どこ行きます？俺だったらよ、はい、若干年俸安くても阪神、はい、うん、おー、そうですか。いやもう露出が違うから。やっぱ露出重視なんですね。だって知名度なかったら仕事になんないよ、はい、まあ、引退した後とかのもう含めて、うん、はい、そこまで考えてなんですね、うん、でセリーグはやっぱりそのセリーグに慣れてるしね、うん、そうですね、中日だったからね、うん、その球場も含めてね、はい、だからまあ2倍ぐらいソフトバンクが高かったら俺はソフトバンク行くけど2倍、うん、ちょっとぐらいだったら、うん、まあ、ちょっと落ちても阪神が、うん、やっぱ巨人阪神よ、まあ、巨人阪神は全国区のメディアになりますからね。そうそうそう、でもがっつりソフトバンクがビッグマネーできたら、うん、もうそのソフトバンク、はい、そうですね、やっぱそれはもう一生分数えてね、はい、引退後のことなんて何も気にしなくて、里崎君2億払うから来てよみたいな、うん、そしたら行くね。行きますね、うん、5年10億とかだったら行くね。うわー、すごい契約行きますね、まあ、どうなりますかね。うん、でもまあもうそれはどこも欲しいと思う。特にリリーフがやっぱり今年崩れてるし、うん、ちょっと足りないとこいっぱいあるから、うん、そういったところでは、うん、まあ年俸次第だね、うん、でもどこ行くかによってちょっと勢力図がね、はい、ちょっと変わって、はい、もうで、あとFA 選手が、はい、まあ、まだ期限経ってないからこれから発表されるかもわかんないけど、うん、そんなにいないから、はい、要は選択肢が少ないから一点に来るから、はい、マネーゲームになりやすいよ。分散したらね、やっぱ分散しちゃうからちょっと安くなっちゃうよ、うん、5、6人いたら、うん、これってもう FA 宣言したじゃないですか、うん、やっぱ中日に残留ですももちろんあるよ、ま、だ制限残留もある、はい、もちろん、うん、だからそこは中日がねどれだけ出すか、はい、中日もマネーゲームに参加することになる。そうそう、参加できればね、できれば、だから結局はもう最後、はい、どうかだけど、で FA 宣言はしたら、うん、今度4年間使えないから、はい、っていうだけ、はい、使っちゃったらってことですね。そう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 、うん、もちろん宣言残留もある、はい、まあ、どの球団行くかね、はい、まあ、中日にとっても又吉がいなくなるのが大きいから、そうです、ここは全力でね、うん、引き止めなきゃいけないし、はい、でも引き止めた上で FA 宣言してるっていうところがね、そっ
うん、最初に絶対交渉してるから、まあ、それはお金の話もしてますよね。そう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 、そこで、うん、だって宣言者4年使えないから、はい、市内に越したことないじゃん、はい、でそこでまとまりきれてないっていうところがね、うん、なかなか出ていっちゃうのかなって客観的に、まあ、移籍の可能性が高いわけですね。そうそうそう、うん、あとノンテンダー3人がね、はい、だから西川が巨人調査って言ってね、はい、あ巨人あれかスペシャリスト要員かなっていうね。あ足のそう、あの、うん、まあ、鈴木孝弘がね、はい、スペシャリスト要員で、うん、今あの増田とかやってるけども、うん、やっぱこうしっかりしたものでで、はい、西川スペシャリスト要員で守備型のだって外野はさ、うん、亀井が引退するから、はい、多分その枠で西川入れたいんちゃうかっていうね、うん、はい、で、あとはまあいないよりね、はい、数はいた方がいいし、うん、あとは巨人も一番お金払ってくれるから、はい、西川もそんなに給料下がらなくていいんちゃうかっていう、まあ、実績ありますしね、うんうん、巨人は、まあ、いてくれてそうそう、いないよりいないよりいた方がいいからね、うん、はい、駒はね、うん、使える使えないは別の問題だから、はい、まあまあまあ巨人いいんじゃない、その年俸がそこまで下がりすぎなくて、はい、高く売れんじゃない、うん、そうですね、うん、まあ他の球団もだから西川どこがフィットしやすいかな、いやまあ中日とかでもいいと思うけどね、足使えないから、あそれこそ、うんうん、あとはまあソフトバンクとかね、はい、まあまあ若いやつもいっぱいいるけど、いますよね、うん、まあ、DeNA とかも守備固めでどんどん、まあでも楠本とかもいるしな、うん、まあ、なかなか年齢もあるからね、はい、いうところも厳しいけど、まあね、うん、高く売れたらそれでいいしね、はい、ちょっとあの10億円チーム、はい、太田でそうそう、これで1億円減とかになっちゃう可能性あるんで、このゲーム的に言うと契約がなかったら、なんかなかったらどっかと契約したらまあね、まあ最後何回あっても日本ハムとすごい激安で契約するとは思うけどね、うん、はい、まあ、ちょっとなかなかやっぱ西川ね、足とかがあるっていうところがやっぱ取りやすいよね、うん、はい、だそういった武器があるっていうのはやっぱ次の、ね、チームに向けてはかなり好材料だけど、うん、まあ、太田と秋吉はこれっていう今の売るものが少ないからね、うんうん、まあ、今後どうなっていくのかなっていう、まあ、右バッターそれこそ楽天とかね、はい、太田ね、あそうですね、右がいないから、まあ、若い子2人取りましたからね、でもだって、まあ、即戦力としてそう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 パンチ力のある右を、うん、太田は楽天がいいんじゃない、右がいないから、そうですね、右を出したいって時に、そうそう、だって今だと下鶴とか横尾とか、はい、あの和田蓮とかもさ、掴めてないからさ、はい、で太田は、太田楽天がいいんじゃない、あ、そうですか、うん、あ右いないし、はい、まあ、俺は勝手言ってるだけだなんか、私、コメントしづらいですね、ぜひ、だから秋吉とかだと、はい、あの又吉が中日抜けるんだったら又吉、秋吉取ってもいいかもわかんないね、同じタイプだから、安くてね、はい、2000万ぐらいで、うんうんうん、そうですね、うん、そういったところは、まあ、うまくその兼ね合いで俺はいいんじゃないのかなって思う、うん、はい、うん、あとなんか大峰雄太がね、はい、なんかあの中日が育成で調査してるっていうね、うん、チャンスがあればね、はい、頑張ってもらいたいし、あとこう契約がねトライアウト終わってからだからね、うん、そういったところではまあまだなかなか決まんないけどね、はい、俺はまあ太田は楽天、うん、もう又吉次第で秋吉は中日がね、うん、いいところね、あそうですね、まあ行こうと行き先ってありますよね、そうそうそう、だって入ったらよ、うん、先の梅野の話じゃないけどよ、はい、自分が結果出したらいいだけだからね、打てば出られるんですもんね、そうそうそう、打てば抑えれば出られるんだから、うん、はい、まあ、最後はね本人たちが結果出すかどうかなんでね、うん、まあ、まだまだチャンスあるからね、はい、頑張ってもらいたいですよね、はい、この先の動向楽しみですね、はい。